これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度、レジスタンスキャンプに戻って、補給やメンテナンスをしますか？確かに。一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。釣りを開始。
オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。
ズラ。楽しいね、楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かちよう。ここのゲートはどこか他の道から進めない。どこか行けるルートがないか。この通路はどこに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。
別のルートで。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。
何これ。怪盗、人類が建造した遊具。レール上を高速で移動しスリルを体感するもの。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何、僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか。何が。だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。何これ。
こんな形の機械生命体、記録にありません。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。
ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです。回路が全敵のシステムによって。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで、感情が…機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そう、ですね。生命体がこんな…お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず…こっち、こっち。
あれは。ああ、トゥービー、あれは地上から、バンカー宇宙空間では。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。全員が白旗？戦う意思がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあれば、私たちはトゥービー。確かに私の名前はこの村に住む者、よければThank you.